ああ、よかった。でもトミーも死ななかった。よかった。そう、ターンオーバーだ。もしも重要なら進めたらまた、きっとファーストダウン。そう、ファーストダウンだ。UFC。あ、ややこしい。実際にプレイしてみれば、アメフトか？ラグビーか？なんだ？わしもわからん、ルールが。どうすりゃいいんだ、あれは。あ、馬は降りる。おい、タコ、待ってろ。タコ？なんでタコなんて名前にしたんだ？あ、馬がタコ。タコか。タコ？なんで？え、馬でしょ。タコ。は？あんたは夢なんだっけ？ああ、子供の頃になりたかったのは歌手。歌手？嘘でしょ。本当だよ。何か歌って。断る。いいじゃん、笑わないから。いや、絶対笑う。ジョエル、ねえ、お願い。え、これ普通に山ちゃんが普通に歌うってことはないの？ここでねえ、なんかチェックするの？何もない。ああ、ここには医療器具があるだけだ。え、私積んじゃってない、これ。みんな急いで逃げちまったようだな。ああ、積んじゃってるじゃん。じゃないかも。そばにいろ。あれ、さっきのとこどこ？そばにいろっつったよ。ああ、ここからだね。サルト。さっきのサルト。じゃなかった。ええ、ファイアフライでもない。まあね、研究してるうちに猿になっちゃったのかな。え、そういうこと？探せば何かあるかもな。ああ、何か残していったものが。はい、これレコーダー。処分しろよ。いや、処分しろよ、お前。ミスじゃん。こいつのミスじゃん、完全に。何？猿に手を出さなくてよかったな。どこへ行ったか言ってないわ。ああ、探し続けよう。バカだな。なんかいるか？でっけえ猿とか？てるよ。私も死んだか、死にかけてるだろう。今のうちにメッセージを残す。何か手立てがあるとしたら、やってきたことは全部時間の無駄だ。これ以上続けられない。くそ。チームはソルトレイクシティのセントマリー病院にいる。まだそこで世界を救おうとしてるだろう。まあ頑張ってくれ。どこだかわかる？また別場所か。町の位置は知ってる。遠いの？ああ、近くはない。馬だとな。何？え、なんかいる。ファイアフライ？チロ！えい！やだ！やだ、言うて。あ、危ない危ない危ない。ああ、
おえ？え？腹？え？腹？嘘。え？嘘。こんな死に方？どうしたらいい？何？どけ。え？まだ？抜いてくれ。わかった。行くよ。一、二、三。抜け。ほら。馬のところへ行こう。馬のところへ行こう。誰もいないよ。うわぁ、銃構え、銃一個しかない。マジか。ジョエル、具合はどう？最悪よ。大丈夫、大丈夫。ここ越えられる？マジかよ。うわぁ、どうだよね。ほら、動いて。うっそ。見えてるぞ。マジかよ。うわぁ、なんだよ。そこにいて。私が回り込む。エリー、俺の仲間を殺しやがって。出てこい。じゃなきゃ力づくだ。待ってたらいいの？エリーがやってくれんの？おお。この。おお。無意識が。早く脱出しろ。エリーがかわいそう、このままじゃ死ねないよ、こんなとこじゃね。大丈夫じゃないでしょ。行くよ。 ありがとうね、エリーね。あーよいしょ。早く。マジかよ、こんなのある？誰もいないよ。急展開すぎるよ。うわー、無意識が。その調子、頑張って。もう、ほら、捕まって。だって誰もいないでしょ、こっから結局逃げてもさ。じゃあ歩いて。くそ。マジか。ほら。出口だ。ジョエル？後ろだ。何？エリー。うわ、ちょっと。え？こっちに来ないで。え？やめて、ちょっと。おい。おお。なヘリお前。一回ぶん殴られたぞお前。腕を貸して。よし、行こう。まあ、すごいな。脱出したら絶対に。そうだな。歌を聞かせてもらうからね。理解してやるよ。バカ言え。待ってて。ドアを開ける。ごゆっくり。ああ、馬を。おい、うちのタコ。おお、うまい。お前すごいな。おい、エリーの急成長がすごい。エリー乗れる？結構一人でやってけんじゃない？ああ。寒いし大丈夫かよ。もう大丈夫さ。どっかで応急処置だけでも。
ちょっと、いやもうそりゃそうだよ、ジョエル、ほら、そりゃそうだよ。ねえ起きてよ、どうすればいいの、お願い起きてよジョエル。ここで？あ、さちゃん、かわいい。あ、めっちゃかわいい、なんか。これじゃ足りないな。あ、エリーだ。ここで待ってて。タコは いるの？エリーなの？じゃあどこなの？ジュエルは死ん、見つけた。ジュエルはじゃあもうってこと？マジかよ。いやでも、なんかさ、いや、もお別れとかもうちょっとあるでしょ、多分。そのすぐ乗り越えた後じゃないでしょ、多分。逃げられた。どうすればいいんだ。弓あんま使ってなかったな。ちょっと待ってくれよ、こっちのさ、こっちの気持ちはまだ。ずっと心がまだざわざわしたまんまなんだけど、こっちは。よし、あ、これでジュエルがまだまだだぞみたいな感じのことを言って出てくるのかな、それかね。ねえ、おじさんが出てきてさ、教えただろうみたいなこと言われてさ、そういうやつでしょ。何なの、ここ。話をさせてくれ。妙な動きをしたら眉間を射抜く。そっちの男も強っ。何の用。ああ、デビッドだ。こっちはジェームズ。仲間たちが腹を空かせてて、女や子供もいる。私だって女だし子供だ、腹も減ってる。ああ、よかったらその肉と交換しよう。何を？何がいる？武器か？銃弾？服？薬。抗生物質を持ってない。生きてんだじゃあ。あれよ。戻れば。傷がまだ。一緒に来るなら。私はどこにも行かない。まだ傷があるってこと？そいつに行かせて。薬を持ってきたら、この鹿はあげる。仲間を呼んだら。俺の眉間を射抜くだろ。そうよ。ペニシリン2瓶と注射器だ。急げ。行け。銃を置いて。わかった。下がって。何？
まあでも多分生きてるんじゃないか、薬ってことは。小屋で寒さをしのがないか。なら運んで。こいつら何なんだ。よし。こんなところに一人でいるのは危険だ。群れるのは嫌い。そうか。名前は？なんで？急には信用できないよな。気持ちはわかる。ちょっと強くなってるよね。仲間が怪我して心配なんだろう。人大丈夫さ。どうかな。才能あったんだろうね。でもね、一人でなった途端やっぱ開花したのかな。やっぱりあの日に守らなければ。どうもみたいな感じ入った。銃持ってたこいつ。銃持ってたの。ねえ、ごめんよ。そろそろライフルを返してくれ。ダメ、それがあるでしょ。使えるんだろう。経験はある。いや、こいつ信用できないかもな。見つからないといいな。窓を見てろ。わかった。一発も外すなよ。経験がそうに言うなよ。信じられない。何あっちを見て。結構自分で殺したと思うね。見ろ。いなくなった。見事にな。言っただろう。よし、大丈夫だな。鹿のところに戻ろう。いや、こいつをまだ信用できない。さっきの腕前はなかなかだったぞ。俺らはいいチームだったな。運が良かった。運だって？いやいや、運なんてものはない。俺が思うに、全ての出来事は運命なんだ。へえ。本当さ、証明できる。ほら、今年は寒さが厳しかったろ。何週間か前、俺は食料を探しに仲間たちを町へ送った。戻ったのは数人。銃持たなくて大丈夫？他の仲間は全員
イカれた男にやられたそうだ。イカれた男そいつにはな、一人連れがいたらしい。女の子だ。ほらな、全ては運命なんだ。おい、動揺するなよ。お前は悪くない。ガキなだけだ。ジェームズ、銃を置け。嫌だ、断る。そいつはイカじゃない。いいから置け。薬を渡してやれ。みんな納得しないぞ。お前は心配しなくていい。どういうこと？邪魔だ、どけ。冬の寒さは厳しい。守ってやろうか。余計なお世話。殺しといた方がいいんじゃない？なんなら追ってきてるんじゃないの、こいつら。違うのかな。寒いか。タコだいぶ寒かったんじゃない。があるからこれつけられるとかないの。よし。おじさん。あ。ジョエル。あ。ああ、よかった、生きてる。食べ物はちょっとしかなかった。でもこれがある。動かすよ。縫ったの、この子が。行くよ。ごめん。消毒とかしない。これで大丈夫。何日間かの間かでも急に狩りやってたのか。本当に見て、こんな寒いのに。どうした、つけられてた。蹴られたんだ。私が何とかするから待ってて。倒すしないの。え？
馬のそば。ちくしょう。タコタコのおいおいおいなの肉タコ？あれだよ、あれか、あの鹿？いや、え？でもタコも、え？気分はどうだ？最高。ほら、食べなさい。お腹が空いたろ。だいぶ時間が経ってる。何の肉？鹿だ。他の肉も混ざってるでしょ。いや、約束するよ。それは鹿だけだ。このけだもの。なあ、決めつけるのは早いぞ。食べるんだ。でも君とお友達だってこれまで何人殺した？他に方法がなかった。ああ、俺たちだって同じさ。だろ？殺すから生きられる。みんなそうさ。生きるためには何でもやっていくしかないんだよ。だから何？生きるために私を切り刻む。いや、やめておこう。名前を教えてくれ。あんたは最低の人間だ。それは誤解だよ。何の目的なんだろうね。でもこいつは正直なだけだ。意味が分からんだよね。そっちも正直になれよ。他の奴らを説得できなくなる。他の奴ら？説得って何？仲間になるって分からせる。君は特別だと。え？あ、そう。え？何？ああ、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 え？このバカなクソガキめ。お前を生かしておくのが実に難しくなったぞ。仲間に何て言えばいいんだ。エリー。何？こう言って。女の子の名はエリーで、指をぶち折られたってね。なんて言ったかな。そう、切り刻むだ。明日の朝を。